速稼塾の久保です。YouTube をやっているとね、アナリティクスっていうツールがあるんですけども、そちらの方をね見ていると、他の人の動画の広告単価はわからないんですけども、自分自身のね動画の単価ってわかるんですよ。それ見ると結構なばらつきがあるなと思います。例えばね、1万再生されている動画の収入が9000円とかねあるんですよ。昔なんか1再生が 0.1 円とかね言われてましたけども、それはあくまで平均値なのか目安なのかね、そんなとこなんでしょうね。私の場合はね、そういうふうに例えば3000回回っていても20円とかっていうのがあったり、結構ばらつきがあるんじゃないかなと思います。はっきりとした数字は、規約上申し上げられないんですけども、今回言いたいのはね、実際にやった人しか見えない世界があるってことなんですよ。で、 YouTube の例はすごく分かりやすかったと思いますけども、う一つね、私ネットビジネスってものを40歳から始めて3年ぐらいで1億円いったわけなんですよね。でもこれも実際やってみたら、あ、本当にこういう世界あるんだ、月収100万って最低月収100万ぐらいいくだろうなというふうに今は感じてるんですよ。だから200万とか300万っていうのは変な話じゃなくって、商品があってちゃんと無料コンテンツ、要するに集客ができてね、でセールスをちゃんとしていれば、この3つが揃えば本当にね売り上げって上がっていくんですよね。本当にすごくシンプルですよ。お店をやろうとしたり会社を作ろうと思ったら、ものすごい細かい手続きがたくさんあるんですけども、でもね、そのネットで稼ぐっていうのは本当に3つの要素しかなくって、商品をまず手にすること、作るにしてもいいし、どっかからアフィリエイトを持ってくるもいいし、で2つ目は集客をすることですよね。集客っていうのはまず発信をして気づいていただくこと、無料コンテンツをどんどん出していて気づいていただくことが集客にあたります。YouTube だったらチャンネル登録が増えたりとか、再生数がその目安になりますから分かりやすいですよね。ブログだったらページビューというのがありますし、 Twitter だったらフォロワーですか、こういったものが目安になりますから、すごく分かりやすいです。バロメーターがあるわけなんで。で、店舗っていうのはね、それに比べるとないんですよね。顧客名簿ぐらいしか頼りがないんですけども、そもそも例えばね、喫茶店とか名簿取らないじゃないですか。そうなると本当数で数えるしかなくって、あとは男女なのか年齢層の想定とかね、あと最近はスマホとかこの会員カードみたいなので、年齢とかね、住む地域をこう聞き取るものが T カードみたいなのありますけども、やっぱりそういうふうな大資本がなければ顧客データすらなかなか見えないってことになってますんで、リアルビジネスってそういう面でも弱いなと思うんですよ。ただやっぱりね、インターネットのビジネスって基本的にアカウントっていうものが反映されてきますんでね、すごく分かりやすいと。最近はYouTube、Facebook とか、それから Yahoo のアカウントですか、これを介して新しいサービスにログインしてくるっていうね、そういうふうな例も増えてますんで、間接的にその人の個人情報を扱うことができるみたいなね、そんなサービスにもなってきます。こういうふうにですね、実際に商売ってやってみると、やってない人よりも圧倒的に分かることが多いんですよ。ですんで、やった人っていうのはやってない人にいくらでもね、いろんなことを、気づいたことをお伝えすることができると。で、やってない人はやった人から吸収するものがいっぱいあるんですけども、吸収するのに気を取られて行動することをいつまでもやらないんですよね。で、いろんな知識が入ってくるから成功した気になったりとか、いつでもできる気になりますけども、肝心なのは始めるってことなんですよね。やっぱりね、1000キロの道のりもまず一歩を踏み出さなければ、小さい一歩ですけども1000キロの道は終わらないんですよね。だから終わらしに行かないといけないんですよ。でも1000キロの道を準備ができたらやろうとかね、足の怪我が治ったら行こうとかね、体調が整ったら、コンディションが整ったら、この仕事が終わったらやろうっていうふうに、後でになってくると、本当にね、もう何年もやってないっていうことになるのかなと思います。でも皆さんご存知の通り、その人生っていうのは短いですからね、あっという間にこの年になったでしょ。で、今までになすべきことっていうのは、どれくらいね、見過ごしてきたのか、もしくはやったつもりで大した成果が出てないのか、だから今日不満の多い人生なわけですから、もしちゃんと自分のやることを定めて、それをきちんとコンプリートしていったら、今みたいに冴えない人生になってないはずなんですよ。で、冴えてないなと思うから、いろんなことをまたね、トライしていかないといけないなっていうふうになってくると思いますし、やっぱ残りの人生の余力を考えたときに、早く走り出さないといけないって焦るのは、今まで走ってこなかったからなんでしょうね。そういうふうに考えた方がいいと思うんですよ。で、私もね、まだまだやり尽くしたことっていうのが全然やり残していると。いうふうに思いますし、少なくともその中でお金を稼ぎ始めるっていうことを40歳の時に始めてよかったなと、パソコンを40歳の時に始めてよかったなと、 YouTube を40歳の時からスタートしてよかったなと思います。この8年間で1万数千本の、ね、動画をアップロードすることができましたし、これは8年間いろんな仕事がありますよ世の中。
でもどんな仕事をしている人よりも私はね見えてきたものがあるんですよ。それはインターネットの世界はどういうふうなロジックでできているのかなってことですよ。これはね私ははっきり分かりました。何度も言いますけども、インターネットの世界のロジックというのは非常に簡単で、発信をして目立ってそれが集客になるってことなんですよ。だから無料コンテンツにしてもブログにしても動画にしても何かを発信し続けないと、それはね商品どんな立派なものを持ってても手渡す人に出会えないんですよね。まあ、ですんでね、やっぱり私はインターネットビジネス、詐欺とか詐欺じゃないって話がありますけども、どのぐらいのことを発信してるのかによってまずは見分けられます。発信の量が多い人はきちんとやってる人だと思います。まずはね、だって詐欺師っていうのはもう本当にちょびっとの労力でたくさんの巨万の富を得ようとしてるわけじゃないですか。だからね、地道なことコツコツやる詐欺師なんていないわけなんですよ。本当にずるいわけですから。ただ詐欺師も見習う例があって、それはですね、人を騙すまではほんのすごく本気で人懐っこくてね、信頼関係を築くのが上手なんですよ。だから信頼の向こうに詐欺があると私は言うわけなんですよね。全てじゃないんですよ。全てじゃないんですけども、信頼関係を作ってしまったらもうすでにね、その人を疑う余地がなくなってくるんですよ。だから私はこう言います。信頼と疑うことはセットでいいんだよってことなんですよ。信頼と疑うことですよ。信じてるけどちゃんと疑ってあげないとダメです。疑ってあげて、どこまでもその疑いが切り取られて消えるから、この人はどん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 信頼できるようになってくるんですよ。だから、ね、疑いの一つも持たずに人を信頼することがもう欺瞞であり、そんなことはないわけですよ。ちゃんと疑ってあげて、で信頼して信頼して信頼してるんだけども、もしかしたらこうなんじゃないかなと、信頼はしてるんだけども今度の待ち合わせ遅れるんじゃないかなって思ってあげることで、いろいろと見えてくるものがあるんですよね。まあ、ですんでね、やっぱこう、しっかりと本当にその物事に取り組んでいく、それを積み重ねていく、これによって内側も外側も向こう側も見えてくるってことだと思うんですよ。だからね、私はやっぱり何でもかんでも詐欺であろうとも飛び込んでみるってことをやりますね。飛び込んでみて内側から、あ、こういう構造で人を騙すのかっていうことが一つ学びとなり、それが私のコンテンツ引き出しになってくるのかなと思います。まあ、ですんでね、どんなことも無駄にしないような、そんなね、見方をしていかないといけないかなと。昨日の運転免許のことでも言いましたけども、やっぱり無駄になるんですよ。無駄なものを無駄だと思ったら、無駄なものからどういうふうに価値を取り出していくか、自分なりの見方を取り出していくのか、無駄だと思えるものからどのぐらい自分は無料コンテンツを作っていけるだろうかって、この解釈の仕方とか発想がビジネスなんですよ、すでに。で、砂漠を見てね、単なる砂漠だと思うのか、それともね、この砂漠はライバルのいない広大な土地なんだって思うからなんですよ。ね、ここでね、ちょっと砂漠の例が出たんで、これをね、ちょっと紹介しましょうか。ある人が2人でね、砂漠に行ったんですよ。で、砂漠に行って一人がこう言いました。うわ、誰もいないじゃん。こんなところで商売やったらえらい目に遭うぞ。帰ろ、帰ろって感じですよね。で、帰ったんですよ。もう一人の人はですね、砂漠に行ってこう思ったんですよ。うわ、ここ誰もいないじゃん。じゃあ、ここに誰もが来たくなるような、そんなね、ビルを作ったら、街を作ったら人はものすごい来るんじゃないか。そしたら二束三文のこの砂漠が、ものすごくね、高価な土地になる。すごくね、儲かる土地になるんじゃないかなって考えたんですよ。そうやってできたのがドバイですよ。ドバイって砂漠の上にいきなりビルが建ってるわけですからね。で、今でもビルとビルの間に砂漠が広がってるんですよ。土地だらけです。だからね、ドバイドバイって言いますけども、本当にね、ちょっと前は単なる砂場ですよ。そこに対して、ここにゼロから黄金土地を作るんだというね、そういう人の意思がビルを建て、ショッピングセンターを作り、ガソリンスタンド、道路を作り、今みたいな都市になったんですよね。まあ、ですんでね、この何もないところに無料コンテンツをどんどん作り続けること、これはね、巨万の富を得る避けて通れない道なんですよ、ね、何もドバイを作れってわけじゃないですよ。だって無料コンテンツって例えば YouTube の動画じゃないですか。ただじゃないですか。リスクないじゃないですか。じゃあこういうふうにやっていって、人が集まるような動画をたくさん作れるようになったら、それこそね、最初の10本100本で人が集まる動画は作れませんよ。でも1000本1万本とやっていったら、どんな動画がどういうふうな反応するのか、アナリティクスで裏側が見えるわけですから。で、そうなると、どんどんね、当てる動画と、ただ発信する動画っていうのが使い分けていけるんですよ。だからね、内部に入るってものすごく重要です。インターネットビジネスで内部に入るってことはどういうことかっていうと、まずやってみるってことなんですよね。何を？発信ですよ。今だったら YouTube で動画をどんだけ出すかってことが、自分のビジネスを掘り下げる意味ではね、必要不可欠なんですよ。ということでね、今回は、まあ、ビジネスらしいことをちょっと話してみましたけども、いや、やっぱりね、やった人だけは分かりますね、これは。
私やり続けてきたから、よどみなくこうやってお伝えすることができます。そして全てに私がやってきたその自負がありますね、結果がありますね。じゃなかったら隠居暮らしなんてできませんよ。じゃなかったら一戸建てを一発で買えないです。じゃなかったら毎日ねブラブラしながらね暮らしてらんないです。今日はね、インターナショナルスクールに行ってきました。うちの大和くんは国際色豊かなインターナショナルスクールに入れて、で言葉を覚えるときに日本語だけではなくてね、多言語を同時に吸収させていこうと思うんですよ。そうすると3歳なり5歳になったとき、例えば小学校に上がったときはもう完全ネイティブですね。そうなったら日本の学校を選ぶのか、それとももっとね上級のインターナショナルスクールを選ぶのか、それともその頃の情勢に合わせて日本以外の居住地にするのか、自由自在ですからね。で私は自分の息子を通訳としてね雇っていこうかなと思いますし、私の子が10歳ぐらいになったら英語の PDF でもね、中国の PDF でも自分のパソコンで自由自在に読み解いてですね、世界中にコミュニケーションを取ってくれるんではないかなと思いますし、私の姿を見たら多分うちの子も YouTube やるでしょう。 YouTube では例えば日本語のチャンネル、英語のチャンネル、中国語のチャンネル、フランス語のチャンネルぐらいは展開すれば、もうこれだけで彼は自分の身を立てていけるような、そんな10代がスタートするでしょうね。当然私投資も教えますし、一定のレベルでビジネスも教えますので、もう無敵になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ私の息子がねこういうことに、もう何ですかね、関心がなかったらのれんに腕押しなんで押し付けないようにして、また別のね育て方をしようかなと思いますけどもね。まあどのぐらいのねプレゼントを用意してられるか、親としてね、そこにはちょっと挑戦したいかなと思っております。最後は子育て論でした。ではいってらっしゃい。